では皆さんそういう風に川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが何かご承知ですか先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけましたカンパネルラが手を挙げましたそれから四五人手を挙げました ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、このごろジョバンニはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は早くもそれを見つけたのでした。ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうドギマギして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河はだいたい何でしょう やっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名ざしました。するとあんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、もじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。 先生は意外のようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが急いで「ではよし」と言いながら自分で製図を指しましたこのぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますともうたくさんの小さな星に見えるのです「ジョバンニさんそうでしょう?」。ジョバンニは真っ赤になってうなずきましたけれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりました。 そうだだ僕は知っていたのだもちろんカンパネルラも知っている。それはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちでカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだ。それどころでなくカンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ。 真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでした。それをカンパネルラが忘れるはずもなかったのにすぐ返事をしなかったのはこの頃僕が朝にも午後にも仕事がつらく学校に出てももうみんなともはきはき遊ばずカンパネルラともあまり物を言わないようになったのでカンパネルラがそれを知って気の毒がってわざと返事をしなかったのだ。 そう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした。先生はまた言いました。ですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるなら、その一つ一つの小さな星はみんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな乳の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。 つまりその星は皆、乳の中にまるで細かに浮かんでいる雌湯の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかといいますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまり私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見ると、 ちょうど水が深いほど青く見えるように、天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、したがって白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズを指しました。天の川の形はちょうどこんななのです。 このいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます。私どもの太陽がこのほぼ中頃にあって地球がそのすぐ近くにあるとします。皆さんは夜にこの真ん中に立ってこのレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒、すなわち星しか見えないのでしょう。こっちやこっちの方はガラスが厚いので 光る粒すなわち星がたくさん見えその遠いのはぼーっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのですそんならこのレンズの大きさがどれぐらいあるかまたその中のさまざまな星についてはもう時間ですからこの次の理科の時間にお話ししますでは今日はその銀河のお祭りなのですから皆さんは外へ出てよく空をご覧なさいではここまでです 本やノートをおしまいなさいそして教室中はしばらく机のふたを開けたり閉めたり本を重ねたりする音がいっぱいでしたがまもなくみんなはきちんと立って礼をすると教室を出ました。